日本東京都杉並区イグサイグサは東京都杉並区の地名。現行行政地名はイグサ1丁目からイグサ5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は167-0021。東京都杉並区の最北部、西部新宿線以北の地域にあたり、練馬区、中野区と隣接する。 東西に走る西部新宿線を底辺とする台形状の町域を持つ。西側の斜辺に相当するのが上草駅北側から八星橋交差点までの線川通りであり、これを境界として練馬区下石寺に接している。八星橋交差点移動の区間は道路を離れて住宅地内を走っており、練馬区側は富士見台、南田中となっている。東側の斜辺は 杉並区と中野区の区間であり、中野区側は上杉の宮、杉の宮である。また、南側は杉並区下井草、上井草となる。井草は、東から西へ1丁目から5丁目に区分されており、主に住宅地として利用される。南北に寒八通り、東西に新大梅街道が貫いており、両者は、町域中心部の井草3丁目交差点で交わっている。 北端の八西京交差点付近では、上井草駅方向から東北に向かう仙川通り、溶木駅付近から北上する環八通り、下井草駅付近から西北に向かう旧和瀬田通りが交錯している。町域南部にはかつて、井草川が流れていたが、現在は暗渠化されている。中世から近世までは、現在の杉並区北部の広い範囲を指した。井草という地名の由来には、 諸説がある。イグサは、もともと、現在の杉並区北部一帯を指す地名であった。中世、武蔵国多摩郡に属するイグサ村の範囲は、現在のイグサ、上イグサ、下イグサをはじめ、今川、全福寺、桃井、清水の全域、上尾木、西尾木北の一部に及ぶ。全福寺一丁目にある、イグサ八万宮は、イグサの地名が、より広い地域を指していた。 当時の名残である。徳川家康が江戸に入部すると、板倉重宗や井上正俊氏が、井草村の領主となった。1645年、井草村は旗本、今川直房の所領となり、幕末まで今川市の地行地となった。1649年に三井泉寺に与えられた、主院上に、上井草村と記されていることから、この時期までに、井草村は、上井草村、 下井草村と東西に二分されたとみられる。江戸時代には、上下井草村を合わせて、井草村と称したり、下井草村を単独で、井草村と称したりすることもあった。現在の井草は、江戸時代における、下井草村の一部にあたる。1963年9月1日、住居表示の実施に伴い、現在の井草1丁目から5丁目が編成された。9丁目では、 八成町、商法町、野党町、住吉町、上井草町にあたる。井草は杉並区内で最も早く住居表示が実施された地域である。井草指定目のカンパチ通りそばに、旧通産省機械技術研究所跡地を利用して、1996年に井草森公園が開園した。これに隣接して、同年に、不燃ゴミ圧縮施設杉並中継所というゴミの、 処理施設が作られた。この施設が作られた頃からイグサなど、近隣の住民が喉や目に痛みを訴える、いわゆる杉並病が認められるようになり、マスコミに大きく取り上げられ、社会問題となった。杉並中継所は2009年3月31日に廃止された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域南側には、西部新宿線下井草駅、伊予木駅、上井草駅の各駅があり、東から順にほぼ 1km 間隔で並んでいる。町域東部では下井草駅、中部では伊予木駅、西部では上井草駅がそれぞれ最寄り駅として利用されている。ありがとうございます。